はい、えー、皆さんおはようございます DZH ミナーシャリサーチの和田です、えー、ただいま10月26日水曜日朝の7時28分ぐらいになりますけれども SBIFX ライブ始めていきたいと思います 昨日はですね全面的なドル安という形となりましたね。ドル円もですねアメリカの長期金利が大幅な低下となる中で、一旦は147円台ミドルまで一旦売り込まれるという形となりました。そしてユーロドルですとかポンドルですね、こういったものもやはりですねドル売りの流れとなる中で戻り高値を試すという形になっています。ただ、ポンドドルやユーロドルなんですけども、非常にですねチャート的な非常にですね重要なところもあって、今、戻ってきているというところ。 ところで、まあ、今日以降ですねこの動きに非常に注目が集まるというところだと思いますまず、あ、これもう一度中心にですねして話をしていきたいと思います はい、こちら見てもらってます、動画は昨日、一日通してのドレーンの5分チャートなんですけれども、東京時間から押収時間にかけましてはです、ね、あまり大きな動きではなりませんでした、140、まあ、上もですね149の丸6というのが、東京時間、ですね戻り高値になりますと、あとは149円というところですね、ここら辺がかなり頭打ちになりまして、148円台前、後半のところですねずっともみ合いという形になったわけです。そして入浴ーー時間入りましても、戻り高値がここのところ、148の99ですね。やはり 9円台に戻らなななないいいとととととうううような状況となる中た、まあ、ただ,たただあほとんどです、ね、年動きなかったというところですえしかしながら、入浴時間入りますと、見てください、え今度は一斉にです、ね、ドル売りという形となりました。えこちら、昨日出ましたです、ね、指標が軒並み弱かったんですね。まず8月アメリカの住宅価格指数ですけれども、前月でマイナスの0.7%、予想がマイナス0.6%、同時に出ましたケースシラーが出します住宅価格数、こちら、前年比で言いますと13.1%、予想が ででししたたいずれもですね予想下回りましたそしてその後出ました10月のアメリカの消費者信頼関数、こちら106.5のところが、予想のところが102.5、相当悪いですね。そして同時に出ました10月のリッチモンドレンギン製造業景気数、こちらもですねマイナス5の予想のところがマイナス10と、まあ、いずれもですね軒並み予想を下回る弱い数字となったわけですねアメリカの長期金利も先週末からですね。 やはり12月の FMC で利上げ幅が縮小されるというような観測が高まる中で金利がですね低下傾向にあるという状況。昨日も4.2276%の高値から一時4.051%まで4%割れ寸前までですね低下しました。結局クローズでは4.121%まで若干戻して引けてるんですけれども、まあなんとか4%台はですね維持したんですが、昨日は高高値から17ベース以上の 大幅な低下となりますと、金利の低下とともにドル全面安という形となったわけですえ、ドル円も147の527の線をつけるという形となりました。まあ、その後148円の1号まで買い戻しが入るんですが、ほぼほぼ148円をですね意識した中での揉み合いとなって、ニューヨーク市場を引けたとこんな形となっています。 そしてこちら見てください、東京市場入りますと、まあ、実需の買い、ね、が非常に強いのが、ねまあ、連日続いてますけれども、本日も朝方から東京時間になりますと、実需の買い、先ほどですね148円の36まで上昇してますね、え今日も東京時間、実需の動向に注目が集まるというところになりそうです。 そしてこの5分チャートからですねわかるところですけども、戻りの目ドですね、安値からの147円の52の安値から戻り高値が148円の1号だったんですけども、こちらはもうすでに上回ってきてますから、そうなりますと、入浴ーー時間のこのや下落する直前のこの入浴ーー時間の高値ですね、こちらが148円の救急という高値がありますね。ですから、入浴時間の高値の8円の救急、昨日も9円台、なかなかですね回復できなかったということもありますから、まあここのところまでですねどこまで戻せるのかといったところ、 ここがとりあえずの、また上値の目途になってくるということになりそうです。はい、それでは日足のチャートでもう少し詳しく見ていきたいと思います。まドレンですけれども介入連日のですね。先週末と週明けのですね。日銀によります。大規模介入が行われまして。 一旦段は落ち着いたという形になっているんですけれども、下サイドですね、こちら見てください、えー、先,先ほども、昨日もお話したかったと思いますけれども、一目の基準線ですね、えー、こちらがですね146の1号に来てますから、146の1号、また再びです、ね、この基準線、えー、重要なポイントとなりそうです。10月24日の145の56というところも、ですね当然、えー、こちら、冷やしのチャートでは重要なポイントという形となりそうです。そそしてののの手前は昨日の明日の52ですね今日の今日は 今日のところはこの7の5 2ですね、とりあえずここがサポートできるかどうかというところでしょう。そして重要なのは戻りがどこまでかということになりそうなんですけれども、ちょっと見てください、こちら先ほども5分チャートで確認しました、入浴ーー時間の高値は8円の救急だったんですけれども、こちら1目の転換線ですね、転換線をちょっと割り込んできてしまっているというところで、ちょっとですね、下サイドの圧力がかかり始めているというところではあるんですけれども、そういった意味もありまして、この転換線の8円の76で ですね、こういったところを上回れるかどうか、そしてさらに言えば、昨日、先ほどの入浴時間の高いの8円の給給を上回れるかどうかといったところですね、まあ、ここがです、ね、市場の,その買い圧力、売り圧力が高まるか弱まるかというところ、そういったところのです、ね、やはり分岐点になりそうだというところですので、上サイドの方がでがね今日は注目が集まりそうなポイントがあるということになりそうです。 はいえそれではユーロドルの方も見ておきましょう。こちらがユーロドルの5分チャートです。昨日はですねアメリカの弱い指標を受けまして、金利が急低下しました。こちらを受けて、全面的なドル安という形になりますと、ユーロドルも一気に買い戻しの動きという形となったわけです。0.9849の安値から0.9977の高値まで値を上げるという展開となっています。こちらも東のチャートで確認しましまょう ただですね、今、冒頭でもお話ししましたように、非常に重要なですね、チャート上のですね、今、レベルにあるというお話し,しましたけれども、こちら見てください。ユーロドルがこちらの直近の戻り高値のこちらですね、10月5日の0.9995、10月4日の0.9999と、パリティの手前で頭を押さえられてるんですね。で、昨日も0.9977が高値ですから、ここのところを抜けてこれるかどうか、そしてもっと重要なのは、この一目の雲のところ。 前回もですねやはり雲のところの手前で頭を押さえられているんですけれども、今回も雲のところを抜けれるかどうかですね、え今日のとのろは雲の上限、下限が1.0007。 そして雲の上限が1.0091なんですね。まあ、こういったところがポイント。そしてさらに言えばこちらになります。9月の20日の高値1.0051ですね。こういったところですね。ですから、パリティを抜けてこれるかどうか、非常にチャート的に非常に重要なところに来ているということですので、アメリカの金利次第かと思いますけれども、ちょうどですね、チャートとにらみ合いながらやっていく必要があるというところだと思います。 <coughs> はいえー、それではですね 今度はポンドドルも見ておきましょう。ポンドもこのところ、ですね非常にマーケットの取引の中心になっているんですけれども、ポンドも実はユーロドル同様に非常にチャート的なです、ね、ところの重要なところに差し掛かってきています。昨日はスナック A 首相、新しく首相ですね元財務省ですけれども、が決定しました。スナック首相、ですね経済の安定と信頼,信頼をですね最優先するというようなことをです、ね、発表しています。ポンドに対すすするご会とい,いますか期待のですね 買いい戻しが入ったというとうころなんですねでポンドに関しましては昨日高値が1.1499が高値なんですけれどもこちら見てください、こちら10月の5日の高値が1.1495だったんですね。まあ、ですからユーロドルは抜けなかったんですけどポンドに関しましてはこの10月5日の高値1.1495をわずかですけれども1.1499までと、とりあえずチャート的にはです、ね、上抜けたような形になっています。 ただ、やはりユーロドル同様にこちらのですね雲のところですね、こちらかなり重要視されそうです。の加減が 雲の上限が1.1766に来てますね。まあ、こういったところがポイントになりそうです。そしてユーロドル、ポンドに関しましては、9月13日の戻り高値1.1738、こういったところもやはり戻りとしてはですね、相当意識されるというところになりそうです。まあ、同じようなですね、チャートになってきてるなっていうのが、ユーロドルもですね、ポンドドルもわかると思いますけれども、いずれもですね、やはりポイントをですねえ、きちんと睨みながらというところにですね、今日あたりはなってくるというところでしょう。 はいえー、それでは今日予定されていますもの,の、経済指標を確認していきましょう。はいえー、こちら見てもらっていますが、今日予定されていますもの,の、経済指標となっています。まあ今日は9時に10月の ANZ 企業信頼回数があります、そして9時半、こちら非常に重要になってくると思います、7、月期のオーストラリアの CPI ですね、えー、こちらの結果次第ではやはりですね RBA の金利、利上げ幅が変わってくるということにつながると思いますから、こちら、ですね非常に,注目,に注目が集まってますね。 そして3時45分が10月のフランスの消費者信頼関数、ですねそして9時半が9月、アメリカの卸売在庫、そして今日も重要になります11時、バンコブ・カナダですね、カナダ中銀の政策金利の発表も予定されています。 そして同時刻、9月のアメリカの新築住宅販売件数、そして11時半が EIA の週刊在庫統計、24時がマックレム BOC 総裁の記者会見と続きます。そして本日、翌2時になりますけれども、アメリカの5年生の入札ですね、こちらが実施されます。そして明け方6時半、ブラジル中銀のです、ね、政策金利の発表も予定されていますので、まあ、いずれにしましても、ですねこちら結果を発表待ちということになりそうです。 まあ東京市場ですけれども、朝方からですね、治中の会先行はしているんですけれども、やはり株価の方ですね、気になるところですね、ー億ダウ337ドル高で引けてるんですけれども、皆さんもご存知の方、多いかと思いますが、引けた後ですね、マイクロソフトとアルファベットというまあ代表的な企業のですね、決算を受けまして、決算が非常に予想を下回る悪い数字だった結果だったみたいなんですね。こちらを受けまして、ダウえも、 おまあ、時間外の取引引すで、ね、相当今、売り込まれているというような状況なんですけれども、まあ、そういった事情もあって、日経平均、どこまで戻せるのかどうかといったところ、そこら辺もですも、ね、やはり注目が集まるというところでしょう。とりあえず今、あですね、200円ほどプラスで,です、ね、今、戻ってきている今の状況ですけれども、この,後のですの、ね、値動きにも注意というところでしょう。まあ、やはり株価動向にらみながら、そしてアメリカの長期金利4.1021%できょう引けてますけれども、東京時間から金利動向、非常に動き が出てくると思いますので、まあ、こういったですね。ところを見ていくということになりそうです。それでは今日の解説をお会い,いたします。